あなたについて教えてください。職業。好きなのでいいですか？自由人？なんかすごい自由にやらせてもらってて、もう好きなことをやらせてもらってるので自由人でいきます。卓球だともうかかってきなされとか、負けるわけにはいきませんとか、もうそんな感じの強気ですね。負けず嫌いですね、やっぱり。衣装かわいいでピンクなんで、ピンクが好きで、はい、いきます。目でやっぱすごいこうなんだろう、追うっていうわけじゃないんですけど、やっぱすごく視野広く見るんで、なんで隣の台とか隣の隣の台とかで近いところで試合してる選手の試合も、何対何でタイムアウト取ったねとかよく後から言ってます。影と同じ絵を全部見つけて。なんかいっぱい出てきた。これいて、これいて、これお。一番重いものはどれ？見た目に騙されないで。え？これだよね。お手本と同じ数にしてか。4、1、2、3。順調。まあ直感はやっぱり、あ、こう来るだろうなっていうこのプレーでも、このサーブ出したらこう来そうだなとか、きっと相手は、あ、こういう風に読んでるだろうなとか、こういう風にしてくるだろうなっていうのを、だいたいそこで直感。お手本と同じ絵のモグラを叩いて。あ、いけ、なんかいけそう。え、あ、あ、そういうこと？あー、すぐ消えちゃう。よっしゃ。反射神経良くなりそうな感じです。得意です。何対何でこういうサーブを出してこういう風なプレーをしたとか、相手にこうされたとか、自分がこうしたっていうのをほとんど覚えてます。鳥かごシャッフル。鳥がいるのはどこ？今分かんなくなったかもしれん。おー、イエーイ。多分得点は高いと思います。いいんじゃん。記憶タイプです。本当にその通りだと思います。はい、だから結果に出てるなって感じですね